ということで今回は、柏レイソル VS 鹿島アントラーズ、この試合の前に上野が柏サポーターに挨拶しに行ったのかな、その時の動画をね見たいと思います。ちょっと行けてないんでね、試合も見れてないんで、ちょっと動画を持ってなかったので、ちょっとまあ無許可なんですけど、このユート MC クイーンかな、合ってるかわかんないんですけど、この鹿島の切り抜きしてる方のYouTube にね、この動画があったので、こちら見させていただきたいと思います。まあね、この方のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。で、まあ、俺の声なしで聞きたいっていう人は絶対多いと思うので、リンクから、概要欄のリンクから飛べるようにしとくので、そちらからぜひ見てくださいって言って、見ていきましょう。せーの。喋るか。こんにちは。うおぉ。マジか。かっこよくて言葉が出ない。うわ、お礼してる、かわいい。上野です。おお、日本語うま。これチーム、スタッフ、あとこのクラブ、あとサポーターのために頑張りたいと思ってます。あと今年よろしくお願いします。かっこいい。自分のためではなく、選手やサポーターのため、関係者のために頑張るっていうのがいいね。かっこいい。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。意味がわからない。いやうわこれね、マスコット、うわ笑ってる、かわいい上の、うわ店内巡回かこれ、うわかわいい、かっこいいとかわいいがある、入り混ざってやるよ、すげえ。うわ柏の方に向かっていく。さあ柏の選手、おそらく心臓が取れてることで喜んでますよ、これ間違いなく救世主登場ということでね、これ喜んでます、間違いなく。うおー、来た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 。さあ柏の選手、ね、柏のサポーター喜んでおります。これうわブラジルがある、うわブエノと、ブエノの大玉がある、うわいや素晴らしい、柏サポーター素晴らしい、素晴らしい。そしてこれを撮ってくれたこの YouTube の方、ユートさんも素晴らしい、全員が素晴らしい。そして一番素晴らしいのはブエノ、一番素晴らしいのはブエノ、お礼してる、かっこいい、うわかっこいい、うおお着ぐるみの人かわいい、これブエノかっこいいですね。試合出たいのを我慢しながら去っていくこの姿、かっこよくてしょうがない。おおおお、ブエノの呼びかけに対してグッドで返す。おお、全部見てあげるのがやっぱ違うわ、優しいブエノ、人間ができてる。ほら、みんな、俺もう、上の名前呼ばれるためにもう振り向いて手を振ってあげる。でも優しい。かっこいいわ。周囲の状況が読めてる。やっぱ違う。やっぱ違うな、彼は。やっぱね、うわぁ、お礼してる。かわいい。このマスコットの人と上のどっちかわいいって言ったら上のだろうね、間違いなく。手振ってしっかりお礼をして拍手。うやぁ。いやぁ、なんかもう、かっこいいを通り越して、もうなんかもう神だよね、もう神。うわ、お礼をして、しっかり、おぉ、鹿島のやつ掲げてる人もいますね。素晴らしいリスペクト心。おぉ、指を指している、何か指示を出している、かっこいい上の尊敬を通り越して、かわいい。お、帰ります。お、マスクをした、歓声を持ってたからバッチリ、これが上野の意識の高さ。ということで、見終わりましたが、やはり上野は、人間を超えた存在でとてもかっこよかったです。皆さん、ブエノのこと、柏のこと、よろしくお願いいたします。応援してあげてください。それでは。チャンネル登録をお願いします。